カットオーバーの件でしたら一切問題はないですよ。CPU やデータベースの割り当て、セッション数は十分に確保していますし、もちろん不測の事態を想定してのコンティンジェンシープランも確立しているので、緊急時も対応可能です。ええ、そちらの件については。もしかして、ずっと待っててくれてた？ありがとう。急に電話での打ち合わせが入ったから、待ち合わせまでここで対応してたんだ。でも一通り終わったし、もう大丈夫。もちろん、君も一緒に楽しんでくれるんだよね。か、残念だけど仕方ないかな。じゃあ、せっかくだから。みんなが来るまで、二人きりの時間を楽しもっか。ねえ、何して楽しもうか。ペナルティありの遊びもいいし、こうして囁き合うのもいいよね。あとは恋人らしく手をつないだりキスをしてみるのもいいかも。でもさっきずっと俺のこと見てたでしょ。さてどうしてでしょう。ごめんごめん、仕事で手を離せなかったのは本当だから、悪気があったわけじゃないんだ。それって照れてるってこと？それなら大丈夫。俺も照れてたし、お互い様だから。だってあんなに熱い視線を浴びたらね。俺の仕事姿そんなに良かった？うん、そっか。珍しい俺の姿がかっこいいと思ってくれたんだ。でも気遣って声をかけないでいてくれたんだよね。もしあの時君と言葉を交わしていたら、舞い上がって仕事がはかどらなかったかもしれないから、こうして二人きりの時間ができたのは君のおかげだね。